はい、こんにちは、川部屋です。今年もやってきました松川長江、相棒はもちろんこの方。こんにちは、今年も来ます石川さん、はい、なんと今回は今日は金曜日なんですけどね、明日はオーナーカップっていうことで、このオーナーカップにトーナメンターの T 西川氏が出られると。今日はそのプラと、まあ、私の方はどっか大会エリア外で竿抜けのとこじゃないですけど、ここでトーナメンターがやってないところをやろうかなと思って、ただ西川さんはもう一人で明日のために頑張るらしいです。で、あと先日ちょっと前から混ぜ川漁協さんの方でもノアユの買い取りを始められたそうで、55g 以上でしたっけ、なんかそう、なんか少々のサイズがないとダメなんですけど、いいサイズの鮎は売れるみたいなんで、ちょっと今回そういうのにもチャレンジしてみたいと思います。一攫千金で、ほんま夜のゲロでパーリーを。はい、時間8時15分ですね。ポイント入ってきました。橋の紙のところのこの縁、トロバですね、縁ですね、縁が終わって生が始まるこの背方ですね、背方一つ下の棚、背方くらいかな、この辺をやってみたいと思います。今橋の下でやってた人がもう一本釣られてたんで、まあ割とまだ8時やけど早めの時間から流れの中でかかるのかなという気がしてます。もういきなり複合メタル貼って、背釣り、流れの釣りやっていこうかなと思います。さあ、1年ぶりの混ぜ川釣れるかどうか、釣れてほしいな、やってみたいと思います。さあ、混ぜ川一発目、石浦ですね、うん、背方の石浦からちょっと流れ緩そうなところで入れてます。そこからスタートですね。うん、反応するぞ。反応はしてますね。蹴られた。蹴られましたね。うん、来た。よいしょ。うん、なるほど。はい、マゼの鮎一発目、綺麗なのかかりました。今2匹目かかりましたね。やっぱり石一つずつにもうすでについてますね。黄色いやつかかりますわ。いい反応して、やっぱりかかり方が素直ですね。これで今反応っすね。やっぱり一等地に鮎ついてますわ。反応してますね。すごい反応。かかってもいいんだけどな。やっぱ蹴られてますね。あー、蹴られじゃない、ハリス抜けてる。そうか、ここってそんなところか。今4つですね。4つ釣れましたけど、早い。かかるのも追いもいいっすわ。もう素直に追ってくれる。で、反応があったところで、止めるともう数秒で。でも反応じゃないんかな。違うかな。
これ反応だな。3触ってかかってポン。すげえな、エンド釣れるわ。こんなんばっかり。はい、それではお昼の前にどれだけ釣れた。午前中ですね。午前中の釣果こんなんでした。15は行ったかな、行ってないかもしれないくらいですね。のっかかりますわ。こんなんね、プリプリがかかります。はい、西川さんが合流しました。トーナメントリアどうでした？もう釣れないポイントは分かりましたね。なるほど。逆に釣れるポイントは不明釣ってるのはこういうところですね。左岸のヘチの方が色が濃いです。流れの中でも石色いいところはあるんで、まあ、そこでもたまにキラッとしてるんでついてはいるんでしょうけど、どうなんですかね。ヘチの方の色の濃いところですね、色の濃いところでも結構キラーンとするんで、もしかしたらそういう、 もう赤がちょっと悪くなってるのかいいのかよくわかんないようなところなところもありなのかもしれないです。なので今は川の中の右岸がいいのか左岸がいいのかちょっと様子見てる感じですね。わーわわわわわこれもされてる。鮎が大きい。いけるかな。はい、手がかりでのかかりますわ。左岸のちょっと色の濃いところの方がいいかもしれないです。手がかりバッチリ。すげえな、重量感の半端ないこと。はいはい、これは楽しいに決まってる。ダメか。こんな取れるんか。取れへんかもしれん。柳の方に来ちゃった。
辺で向ければ取れる。やっぱこういう中よりヘチですね。ヘチのちょっと浅いところの方が反応がいい。反応が早い。反応はするんですよ、この流れの太い筋とかでも。で止めたらポツラポツラはかかるんですけど、それ狙うよりヘチの浅いところですね、こんなところの鮎を釣ってる方がなんかかかる速度が速い感じします。あれ、蹴られた。かかっとるような気もするけど、かかったね。針がまたあんまり良くないような気もする。もうブリブリばっかりかかるんじゃない。これは可愛いかい。これでもどこ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 。はい、5時半前なので終わりましょう。昼からもポチ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 、そんなに、ブリブリばっかりでしょ。ブリコちゃんばっかりでした。おお、私より釣った？すごいですね。お、そんなに釣っとったんですね。そう。振り祭り。やってましたね。で、俺がすごいのが、はあ、何ですかそれ。これを、そんなウグイは釣れたけど、そんなアユもおったんですか？これアユですこれ。すげえな。これを、あ、逃がしてあげよう。はい、昼からがおとり別の15でしたね。なので、2つ鼻缶外れて飛んでってるんですよ。で一応キャッチは30か。30匹は釣ってキープが28っていう感じでしたね。ああ、ぽつりぽつり。どっか1箇所でまとめ打ちっていうのができなかったんでね。それがちょっと、あれですけど。それでも、ブリブリのブリコちゃんで楽しめました。ブリだらけだったね。ラムネでちゅ。おはようございます。今日はいよいよオーナーカップということで、西川選手頑張ってきてください。頑張ってきます。頑張ってきますが、自信はゼロです。自信はゼロ。昨日しっかり下見したんで。しっかり下見した。下見何も釣れなかったんですね。下見では全然釣れなかったですね。だから釣れないポイントは把握してます。釣れる場所は不明。不明、まあ、あの
出たとこ勝負ですね。出たとこ勝負で精一杯頑張ります。はい、頑張ってきてください。じゃあ私はこちら三木の里の前ですね、やってみたいと思います。今日は三木の里の前ですね。こんな感じのとてもエントリーしやすいところですね。エントリーしやすくて釣り場としても棚が3つ4つバーってなって背が続く、トロと背の多い、とても釣りやすい場所ですね。川も開けてますし、ここでやってみたいと思います。目ん玉飛び出してるし。はい、今日はもう全然取れなかったですね、2日目は。こんな感じ。あるはでかい。あるはでかい。今こんなんブリブリのかかります。数は全然出なかったですね。こんなんできた。はーい。混ぜ川です。はい、トーナメンター西川。トーナメンターは不満です。はい、復訓は晴らせた感じで。そうですね、なんとか午前中これぐらい釣れてたからだね。半日超過でこれやった、午前中のね超過でこれやったらだけど、なかなか午前中こんだけ俺が釣れたら他の人はもっと釣れてた。ということで、目的通り釣った鮎を販売してきました。混ぜ川上流漁協さんでは、生きた元気な鮎、55グラム以上っていう条件で買い取ってくれます。釣り人から買い取った後は、生けすに移して生かすんで、弱った鮎、腹がかりで傷の大きな鮎、また小さな鮎っていうのは買い取ってもらえないんで注意です。私たちも初日に釣り場から漁協へ持っていく間に弱らせてしまい、かなりの数を買い取ってもらえず跳ねられました。でもその鮎も翌日には元気になっていたんで、完全に酸欠が原因です。おとり感が大きくても30匹は無理でしたね。分けて持っていかないとダメです。販売方法は簡単で、漁協の事務所の隣に検量所が設けられて、スタッフさんたちがいるんで、名簿を記入して鮎を検量してもらいます。中と大では値段は違いますが、大がキロ5500円になったのかな。今のブリブリの混ぜ鮎はとても肥えているんで、1匹400円くらいになりました。1日30から40匹釣れば日当になりますね。15匹でも販売すれば日券、おとり代、昼食費がペイできるんで、地味にありがたいですよね。ところが残念、この動画を制作中の7月25日、漁協からの発表があり、今年度の買い取りは7月31日までっていう風にすぐ終わってしまいました。また来年ですかね。そして最後に人気の総評コーナーです。三重県のすべての川が高水温の土用隠れで苦しんでいる中、最高の水量で最高の気持ちいい水温で
最高のコンディションの鮎と遊ばせてもらいました。ちょうど引き水状況が平水になってきたところで状況っていうのも良かったようです。去年8月に連れて行ってもらって竿を出した時以上にぶりっぷりの鮎が釣れました。こっちの20センチの鮎相手のつもりで005の複合に 6.5 号の針とかの仕掛けでいくとトラブル続発すると思います。私も去年岐阜の川を舐めて痛い目を見たんで太仕掛けを用意してこれが正解でした。見た目以上に水押しが強いんで背張りや重りの出番も多いですし全体に竿のパワーもあった方が安心です。昼にはガンガン背に重りをつけてぶち込んでドカーンっていうのも期待できます。それにしても土曜日休日は解禁ですかっていうくらい人が並んでビビりました。入りやすい場所では動けないくらいに周りをがっちり釣り人で固められます。混ぜ川上流は放流河川なんでやっぱり川にまんべんなく鮎が散らばっているっていうよりは魚が濃い場所薄い場所があるように思います。とある棚では全然なのに次の棚へ入れたら連発でボコボコ釣れるっていうことがあってさらにそっから下がるとポロッポロッと釣れて終了とか。この川は石色で鮎を見るのは難しいんで実際におとりを入れて反応を見てみるしかありません。石色の良さそうな場所は全てチェックです。分流の細い流れやチャラにも鮎は入っていましたよ。水は冷たくても太陽が川をしっかり照らす朝8時くらいからは平瀬について追ってきましたし昼から夕方の鮎は最高でした。午前中に魚の多いポイントを見つけておけば昼からはかなり楽に釣れると思います。私の2日目はこれを完全に外して釣れる棚から釣れない棚に移動してしまってもうそこには次の人が入って私は入る場所すらなくなるっていう事態になって積みました。漁協前に移動した後も大会直後から怒涛の入選者でポイントを探り歩くこともできず相棒がポイントを見つけてくれてその向かいに入れてもらってその周辺でなんとか拾えた感じです。銀座エリアでは動けないプラスポイント村っていうのがあってこれでなかなか初めてソロで遠征って行く人には人気ポイントはかなりリスキーかもしれません。逆に朝一からいいポイントへ入れてしまえば楽にはなると思います。鮎のたまるトロバのせ方とかそこから一番目の背の棚なんかはほぼ間違いなく鮎の数はいると思います。おとり屋さんへ行くとポイントマップももらえますし最初は放流のしやすい橋の周りなどへ行けば間違いないとは思います。まぜっていうと8月いっぱいの川なんですがまだまだ楽しめると思います。今の三重県が異常渇水してるんで良さげな岐阜の川へ遠征っていうのもありかもしれませんよ。